やっぱりこいつ退会させるか。それがいいかもしれませんね。豆まきをしないか。誰も見ていないのか。既読がついているのだが。既読無視されていることに気づいてください。おい富岡、派手にグループを間違えてるんじゃねえか。ここは柱のグループだろう。間違えていない。じゃあ頭でも打っておかしくなったの？頭も打っていない。突然豆まきをしようなんて言い出す野郎疑わないわけないだろう。ああうるさい、いっそグループから退会させようか。それはダメよイグロさん、そんなことをしたら親方様が悲しむわ。それでだが、豆まきするのかしないのか。富岡、もう少し説明してくれ。なぜ急に豆まきなのだ。くだらねえ理由だったら承知しねえからな。それは豆まきをしているところを見たいと言われた。よもや特殊な正義だな。そういうのじゃねえだろう。富岡さん、言葉が足りませんよ。誰に言われたのです？親方様だ。お前、それを早く言え。親方様が豆まきをしているところを見たことがないらしい。親方様の頼みとあらばするしかないね。面倒だが仕方がない。ナム、問題はいつどうやってやるかだ。私豆まきをしたことがなくて。豆まきって何ですか？食べるの？甘露寺さん、何でも食べようとしないでください。しのぶちゃん、鋭いツッコミかっこいいわ。僕もしたことなくて知らない。面倒だ、説明しろ富岡。俺も知らない。お前、知らずにやろうって言い出したのかよ。えめ、さすが富岡、わっそいだ。仕方ないですね。代わりに私がご説明しましょう。豆まきをする日は節分の日というのはご存知ですよね。節分の日というのは季節の変わり目を表していて、この時期は外からの邪気が入りやすいと言われています。だから豆を外にまいて邪気を追い出すのです。豆には昔から邪気を追い払う霊力があると言われているのですよ。へえ、そうなんだ。食べられないのね、残念だわ。しかし豆まきをすると言っても、俺たちが豆を投げるだけで親方様は満足してくださるのだろうか。確かに、それだけなら親方様ご一家でもできる。よし、どうせなら派手な豆まきをしてやろうぜ。派手だと？おう、二組に分かれて豆まき合戦だ。なるほど、面白みがあって親方様も喜ぶかもしれませんね。エメ、俺も賛成だ。チーム決めはどうする？俺は富岡と一緒は嫌だね。俺もだ。ついでに甘露寺と一緒にしてくれ。みんな子供じゃないんだからわがまま言わないでよ。ははは、子供に言われてやんの。じゃあチームは力関係がおおよそ対等になるように私が組んでもいいでしょうか。ナム、任せる。お願いします、しのぶちゃん。わかりました。では姫島さん、煉獄さん、イグロさん、甘露寺さん、私のチームと宇髄さん、富岡さん、品津川さん、時藤くんのチームでいかがですか？おい、なんで俺が富岡と。文句を言うな品津川、いつまで経っても決まらんだろう。仕方ねえな。では開催日は次回の中合会議の後といたしましょう。承知した。では当日にお会いしましょう。そして当日。みんな、今日は豆まきを見せてくれるんだって。はい、親方様のために
楽しい豆まきをお見せします。それは楽しみだ。怪我には気をつけるんだよ。うむ、だが俺たちは鬼殺隊最上位の柱、対決とあれば本気で派手でいいな煉獄。それで勝敗はどう決めるの？相手が戦意喪失するまでやればいい。勝敗は親方様のご判断に委ねよう。御前試合とはいい機会だ。富岡、足引っ張るんじゃねえぞ。それでは皆さん、産屋敷へお集まりください。それからそれから。おい品塚、なぜ俺に投げる？俺は味方だ。うるせえ、豆まきにルールなんかねえんだよ。ほらほら。水の呼吸11の型なぎ。俺の間合いに入った豆は全て弾かれる。チート技使ってんじゃねえよ。これ呼吸使ってもいいの？キャー、豆が鉄砲のように飛んでくるわ。誰か BB 弾にしてない？ああ、悪い、それ俺が投げてるやつだわ。投げてこのスピードですか？ゴリラですか？霞の呼吸七の型おぼろ。ドキトウが消えた。おい、屋敷の中に逃げるのはありかよ。なん、どこまでが範囲とは言われていない。煉獄さん、覚悟な、甘露寺か。しかし腕を交差している間はバリアだ。お前はガキか。ちょ、皆さん、屋敷の中で呼吸を。胡蝶さん、大変だよ。時藤君、そこにいたんですね。お屋敷半壊してるんだけど。私は知りません。みんな楽しそうだね。それから全員が我に帰った頃にはすでに遅く、親方様の屋敷はほとんどが崩壊していた。皆は親方様に土下座をし謝罪するが、楽しかったならいいんだよと親方様は言うのであった。さて、反省会をしましょう。ナム、つい闘争心に火がついてやりすぎてしまった。すまない。私もたくさん物を壊してしまったわ。誰だよ、派手にやりたいとか言い出したやつは。俺のせいかよ。でもやるなら本気でって言ったのは煉獄だぜ。煉獄が悪い。そうですね。よもや、すまなかった。まあ、これに懲りてしばらくは行事ごとはなしだな。楽しかったのにな。まあ仕方ないですよね。なあみんな、お餅つきをやらないか。やっぱりこいつ大会させるか。それがいいかもしれませんね。なぜ？そこの君、チャンネル登録と高評価を頼む。そしてコメントを残してくれると俺は救われる。